国衆は、室町幕府将軍の出向にグブした人物である。また、五昇番衆のように幕府における身分、格式を示す一種の称号でもあった。その格式は、五昇番衆、国持衆、純国衆、戸山衆に次ぐものであったが、将軍の出向にグブするという点で、将軍に最も親近な名誉的な職であったと推測されている。 三番編成であり、構成員は五小番集を出す、家の指定や弱小守護家の当主、方向集や、万所出自遺跡など多岐にわたった。その役割は、将軍出向の行列の構想を整えることにあり、遊興目的などに際しては愚部の必要がなかったと、いう。愚部にあたっての人数は五から六名前後と、一定せず、往復で人員が異なることもあったというが、 ごの中心はいずれにおいてもご剣役が中心でおり、その役目を担う家は固定されていた。また日野富子のごく衆が将軍とは、別個に定められていたという。ごく衆が記録にはっきりと現れてくるのは、足利義政の干渉年間頃からであるという。それ以前の武家様における、将軍出向の具部,部は、大名が務めていたが、干渉頃になると、 吉政の頻繁な出向や出向を担ってきた小侍所の境外化に加え、諸大名館の派閥構想の激化が従来の大名による愚部を難しくした。これによって新たな形式が求められ、足利義和が行っていた近所愚部の形式を参考に新たな方式として整えられたと考えられている。この吉政基に成立した形式が、 名王の政変まで維持されたという。成立期についての備行かつては、江戸中期の夕食古実家である伊勢定城の定城雑記における足利高氏の挙兵にお供をして鎌倉から上落した武将たちのことであり、それらの子孫を後々まで国衆と名付けたという説明によって解釈されてきたが、この説には、江戸末期においても松岡幸吉が、 愛嬌式賞にて疑問を呈しており、影響以来五番長をもとに、足利義則記に成立したと考えられるようになった。しかし、この巧妙に出てくる人員と記録に現れてくる、義則の出向にグ分した者たちとの際から、これは後世に編まれたものであるとの指摘が出され、代わって、義政の干渉五年の、ただし川原肝心猿学日記こそが義政の、 国衆の興味としてもも古いものであるとの見解が出されたという。戦国期に入ると国衆の人員も大きく変わったが、将軍に愚部するという実際的な役目がある以上、単純な名誉職とはならなかったという。例えば、将軍出向の形式は公家様、武家様とあるが、英章5年に足利義院が三代に際して、 九月様を行って、以降はほとんど九月様は行われず、将軍出向形式といえば、極州の愚部であるというほどになったという。また、役点として、吉春期、吉輝期には、猛戦案服、白笠袋の使用が認められていた。そして、御将番衆が名誉職となり、将軍の配膳を務めることがなくなると、極州がこれを代わって務めたという。以下は、 二期健一の論考をもとにしたものである。人命否定もこの論考によるが、二期が判断に悩んだものには、が付されている。記載順について、共妙は記載順のままとして、表などから拾い集めたものは、論考では、登場年代順となっていたものを、家ごとにまとめ直してある。また、この論考によらないものを、その他にまとめた。二期は、以下の、 長六二年以来申し継ぎ記載の二十四名について、干渉五年の、ただし河原漢人猿学日記、干渉六年の、斎藤近本日記、親元日記の共苗と比較したところ、十七名までが重複していることをもって採用している。また、明王以前は、宗後大蔵氏初秋の文明十一年の共苗。 親元日記の文明十三年の共苗、上徳院公衆五道座当時在人主義、至る、東山伝時代大名と座麻布をもとに書かれた表から、実名否定されているものを抜粋した。取者した者には、戸氏中塚佐醤油、一色吉原三郎などがいる。長六二年以来猛出儀期、細川右馬頭入道道剣細川下屋入道、常説 畠山宮内大介峡谷三名区内醤油、豊雪道域兵部、大介勝久畠山張間守京元上野民部、大介餅、来細川淡路主聖春畠山中塚祥醤油、正光赤松行部醤油、富樫中塚祐大介道備中、森貞富士道域西国道域民部醤油峡谷、一式兵部醤油技園、細川和佐助、 宇治久細川佐抜木黒大官兵庫頭教師、山名七郎と四氏。一式五郎正ッサ武田ジブのショウ保国心、赤松和佐助、元屋、伊勢森佐田親尊道兵庫女佐田棟名王以前、武田近信山名と吉重一式聖弘一式聖具、畠山正本畠山正近細川正春細川、政剣細川小春細川,春細川義春 上野正名は赤松玄介赤松のり赤,夏範秀赤松、の秀で松清祖赤松元藩伊勢正陸伊勢邸誠伊勢邸食大官直し大官正重中、長六年間、足利義政在職期間戦国期には、興名が、永六六年小役人夫ばかりであり、以下を作成するのに古記録から拾い集めたという。吉種木、吉春木。 義輝喜永禄六年初役人府義輝喜追加鍵栄駅幕府友三州三勤ブレ会文案義明記戦国時代以前一式持ち新戦国時代以降ありがとうございます。